やあ、みんな、こんばんは。ここで拾ったものをみんなに紹介していくね。まずは、これ。これは、何かのゲームのチラシだね。バミューダと書いてあるのかな？バミューダ、あ、あれだ。昨日のゲームだ。ほら。偶然ってすごいね。これは何かのゲームのチラシだね。よく見てみるとバミューダと書いてあるよ。そういえば昨日僕もスタッフのみんなと食事に行った後に、あれ？これは何かのゲームのチラシだね。バミューダって読むのかな。これは楽しそうだね。みんなも見つけたらやってみよう。次はこれ。これは何かのゲームのチラシだね。あ、いや、これはよく見たら写真だ。カップルかな、夫婦なのかな。仲の良さそうな2人だね。ただよく見るとこの写真、首の部分がくるくると横に回転しているね。動いて見える。すごいね。どういう仕組みなんだろう。不思議だね。彼は何だって僕の家まで押しかけて、全く困ったね。365日巨大な顔を見てるっていうのに、こんなものを食べたいだなんて。お坊さんの体を切り分けた例の連中みたいなことを言うんじゃないよ。そんなことだから、あの連中。最後はこれ。さっきは右側に並んでいる人たちがうるさくて迷惑だったよね。ごめんね。これは何かのゲームのチラシみたいだね。昨日の夜食べたトマトだってあんなに生臭かったんだ。これは相当なものだろうね。みんなも困った時はお兄さんに連絡してね。それはさておき、これは何かのゲームのチラシみたいだね。バミューダか。なるほど。みんなも困った時はお兄さんに連絡してね。今日拾ったものはこの5つ。あの時のお坊さんに感謝して、明日も体をかきむしったりしないように気をつけないとね。それじゃあ、バイバーイ。お坊さんの体を切り分けた、こんなものを食べたいだなんて、あんなに生臭かったんだ。これは相当なもの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 な